おはようございます。昨日の試合が終わって帰ってきて、昨日の試合が終わって帰ってきて3時半ぐらいに寝て4時42分、1時間仮眠取ってこれからオランダに行きます。民商だからね。さあこれから準備していきます。しゃあ待ってろ竹下幸之助。じゃあボブ、俺は12時まで寝ることにするよ。じゃあね。じゃあね、フォースグレード。また日本で会いましょう。フォースグレード、バイバイ。フォースグレードって何や。小4レベル。おい喋んねえじゃん。じゃあおやすみ、アディオス。ここまで車で4分ぐらいなんですが、タクシーを呼ばないといけません。タクシーを呼んで向かいたいと思います。リフト呼ぶのはもう慣れたもんですよ。さあリフトもあと2分で、到着します。彼がマジで彼一人なので、もう助けてくれる人もいないので自分で頑張ります。とりあえず竹に会いに行くので、その姿をご覧ください。 Thank you。 よいしょ。 Thank you so much。 You have just said flight。 Thank you。 See you。 よし、そうですね、アメリカン空港からちょっと自分でやっていきます。とりあえずリフトをやるとチップをあげるか。あ、日本語いける。日本語いけた。すげえ、予約番号。あ、あぶねえ。ほら、No. No? In Japanese? Yeah, Japanese. Talk to her, she's fine. Ah, okay. さあ、無事チェックインできました。ただですね、僕はなんて運がいいんでしょうか。まず予約番号を打っても出てきませんでした。あたふたしてるといかついお兄さんが大丈夫かってちょっとわかんないみたいな、ちょっとジェスチャーしたら英語喋れるかって言われて、あ、ノーって言ったら日本語喋れるスタッフの人呼んできてくれて、全部やってくれました。155番ゲートに行けと言われたので今155番ゲートを向かってます。これから7時の飛行機に乗ってですね、シャーロットに向かいます。で、シャーロットで、乗り換えて3時55分、違うな、あれ時間が書いてない、これちょっと分かんないけど、とりあえず155番ゲートノールゲートってここで検査していきます。よし、そのまま向かいます。とりあえず荷物検査します。さあ無事、荷物検査も終わり、チェックも終わり、無事空港の中に入ってこれました。安心してこれでシャーロとかオーランドに向かいます。ヒゲやば、ちょっと気にしないでくださいね。ちょっとヒゲ剃るの忘れた。
15まっすぐだね。うわすごい。俺が乗るのは7時。アメリカここだ。 A8809 今のところ順調です。はい、ああ2時間前に来てよかった。もうなんだかんだあとね、ちょっとしかない。さあこれから飛行機に乗ります。でもまだオープンしてないのかな。これから搭乗です。さあ行けました。いやわあすっげえ綺麗。えぐっ。シートは23の B 真ん中だ。まだ真ん中だ。到着したシャーロット。今サブシャーロット。今日はシャーロットの外見たら雨降ってました。これからですね乗り換えをしなきゃいけないんですけど、シャーロットですね。今もうポーランドの時より時間が3時間、先に行ってます。なので時差で3時間プラス3時間ですね。シャーロット天気はあいにくの雨ですけど外には出ないので多分大丈夫。もう今こっちは14時です。あっち7時に出て4時間ぐらいのフライトだったんだけど、ゲート書いてないな。どうやって乗り返すんだろう。着きました。ポーランド268これさ。ステータスオンタイム A6。 楽しいな。俺マジで一人で行動するの結構好きだからこういうのにワクワクする。タケの好きなシナモン。あと1時間ここで待ちます。はい、Can I have タコ、サラダ、タコ、あとコーク、あーミディアム、 OK。 さあ頼みましたけどなんかいっぱい来たな。サラテコすごい量のチーズとソースとクラッカーです。ちょっと重い。これ食べます。これからオーランド行きの飛行機になります。サラダでお腹いっぱいになった。めっちゃこれが来て何回目、3回目の飛行機行きます。じゃあまさかの最後の席だったから。まあ着きました。朝7時に出て今18時。夕方だ。ああ竹に会えるのが楽しみです。竹ちゃんに会えるのが楽しみ。どうだ。わあすごい。わあいい匂いするし、すごいすごいおしゃれ。あ、見えてなかった。すごい。合ってるのかなこれ。これに乗っていくの。
The doors are now opening. Please exit. Oh my god! Oh, he's got a little bit of a heartbeat.行きたいなディズニー、ディズニーユニバーサルも行きたいな。あーすごい、マジックオブディズニー、デカデカとディズニーの演出がビッグ。あー水族館もある、ユニバー。イエーイ、無事来ました。いらっしゃい。来れましたよ、一人で。いらっしゃい、いらっしゃい。いらっしゃい。やったー、やっと来れたよ。日本の曲が流れてる。やっぱ最初は一番テンション上がるやっぱウォールマートなんですね。これは何なの？まあ、ショッピングモールというか、食べ物も日用品も家電も、まあ、全部売ってますよ。コストコみたいな感じじゃ関係ない。とにかく僕はすげえ、いろんなもうアメリカのもので揃ってますよって。すごい。広い。時間を。もういい。こういうの欲しい。こういうのぜひスーパーとかで押さえてくれる。このサイズ売ってない。こんないらねえ。このサイズ。ああ。でもどれがいいか分かんなかった。ああ。ああ。どこみたいな。これが普通ってこと？これ普通だね。おいで絶対ないもんな。押した押した。お菓子とかも気になったら。これみんなうまいって言うまいかな、このこれをレイズをこれにつけてディップソース。何やじゃん。これオニオンだね。ニンニクガーリック。これもオニオンだね。こっちオニオンで、こっちガーリックで。あー、ガーリック。これが玉ねぎ。玉ねぎ。これすっごいカロリー高い。まあ、15枚で160キロカロリー。15枚で。かわいいもんね。確かに。もうアメリカのあれかしタケの家に着きました。タケのアメリカの家。タケのアメリカの家に着きました。長かった。実際飛行機は6時間ぐらいしか乗ってないけど、でも10時間ぐらい経ってんだよな。プラス3、まあ、時差で。いや時差って不思議だわ。まあもう来ればよかったのに。なんかホテルみたい。ケメサドで。このやっぱカーペットホテルで同じホテルで床が完全に同じホテルでやっぱ同い年だけあるわ。知能指数も同じくらい。知能指数も同じくらい。ほんまに待ってこない。カーペットあるの今はホテルみたいな。お邪魔します。うお広っ。あーすごい。やっぱで、まあ、それが物入れだよな。トイレはここで、シャワーはここで。すげえ、マジホテルじゃん。すごっ。まあ、タオルも使って。ありがとうございます。すごい、ゲストハウス。お風呂。うわぁ、すごい。今日はここに泊まります。うわぁ、ステーキ肉です。すげえ。これをエアフライヤーで、ね、焼くとうまいんですよ。うぅ。すげえ。これがね、うまいんですよ。これもね、お土産にいいんで
よ。ああ、そう。そう、これ1個ね、3ドル、300円ぐらいなんで、はいはいはい、これめっちゃ人気、お土産。それ何？トレーダージョーっていうスーパーのオリジナルのスパイスで、アメリカ人とかが、とか外国人これ好きで、なんかね、イギリスに住んでる人とか、なんかビルダーのやつとか見てたら、わざわざイギリスに住んでるビルダーとかをこれを逆に輸入したりとか、カナダに住んでる人はアメリカのこれが好きでしたりしてるらしいよ。まあ、これで味付けたんで、うまそう、やば、うまそう。一応ね、ミディアムレアぐらい。あ、最高です、ね、だけど、プロレスを見ながらオーランドの夜を。プロレスしか見ることないんだよな。プロレス見るしかやることなくてね、アメリカでは。そう、いつも日本でもプロレスいっぱい見てますけど、もっと見ちゃうんだよね。確かにね。でも集中して見れるね。プロレスも多いんだよな。プロレスってやっぱ面白いんだよな。いや、おもろかった。しかもなんかこう、昔の試合、自分が子供の頃見てた試合とかを、今になって見るのめっちゃ面白い。確かに。久々になんか見たわ。でもタケといるといつもの感じになっちゃうから、まあ、飲んでるお酒も緑茶杯ですから、ね、日本で飲んでるのと一緒ですからね。そうですね。明日はディズニー。ディズニー、うわー、マジで4つあとパークがあるんで、どれにするかは、一瞬の試合で決めて、お任せで。そうですね、ちょっと寝る前に考えて明日の朝答えましょう。ということで、オーランドの、まあ、ほぼ今日は移動で終わりましたけど、また明日も楽しみましょう、はい、おやすみなさい。ハバグナイ。ハバグナイ。暴れろもうさ夜を越え